1910年、明治43年頃、急速に発展した。製糸業では、女性たちが小学校教育もろくに受けていないことを見て、倉敷紡績社長が工場に学校を作った。1907年、明治40年、北海道の樺太に移住した愛知県の開拓団。敗戦後は日本に引き上げた。明治末期、養蚕や織物が盛んな農村での親子。1926年、大正15年、12月、もらったばかりの通信簿を手にして子供たちが下校していく。1924年、大正13年の夏、須磨明石の海水浴場と思われる。1925年、大正14年、大阪市長江区露天保育所。1925年、大正14年、朝日新聞の飛行機が、モスクワ、ロンドンを経てパリに到着した祝いのダンス。1930年代初め、ストーブの周りに弁当箱を下げる幼稚園児たち。1930年、昭和5年、大阪船場の幼稚園児たち。1933年、昭和8年、満州撤退を国連から求められ脱退。小学校では実戦さながらの兵隊ごっこが盛ん。昭和初期か大正末期、足漕ぎ自動車で遊ぶ子供たち。明治40年代のおままごと。晴れの日なのか、よそ行きのおめかし。古くは平安時代からあった竹馬。江戸末期から写真のように考案された。大正初め頃か、お祭りでの金曜日。明治末期の鯉のぼり。屋根は壊れているが、鯉のぼりは立派。明治40年頃の盛岡の幼稚園。明治期には幼稚園児は裕福な家庭の子供に限られた。明治末期の悠久の幼稚園。みんなお行儀がいい。大正時代の舞妓、モデル。なんとも華やかな絵はがき。明治27年頃の撮影らしい。京都島原、遊郭大門前での太夫道中。1937年、昭和12年、東京麻布小学校、防毒マスクをつけて訓練。1941年、昭和16年、12月、国民学校の生徒が激突訓練を行った。陸軍墓地にお参りする女性とたち。1944年、昭和19年、茨城県の国民学校での軍事教練。1943年、昭和18年、海軍省は、東京羽田で青少年航空訓練大会を開き、行進の参加を呼びかけた。1944年、昭和19年、大都市の国民学校で始まった給食。1944年、昭和19年、学童疎開した子供たちは、すべて自分のことは自分でした。疎開先で麦踏みをして、農家の手伝いをする子供たち。次回は戦後の様子をお伝えします。